会代表でチームを離れていた北海道コンサドーレ札幌 MF チャナティック24が27日、再来日し合流した。飛行機での移動疲れなどを考慮され、札幌、宮の沢での午後の練習のみとし、ランニングとボール回しに参加した。タイで行われた4チームによる国際大会、キングスハイにタイ代表として出場。2試合でプレーした。準優勝の結果に、負けたけど、自分のプレーには満足している、と振り返った。オフ以来の帰国となり、母国のファンから祝福を受け、力に変えた。リーグ戦で J 初得点含む2ゴールを決め、凱旋、した。みんな嬉しそうな顔をしていた。日本での活躍が届いており、喜んだ。31日アウェー鹿島戦に向けて、今日28日から本格的に再始動する。昨年ムアントン、タイ、所属時にアクルで対戦。1-2で敗れた難敵だけに、強い印象。